皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはウェブ集客とアナログ集客、女性の起業家が取り組むならどっちがおすすめというお話をしたいと思います。まずですね、私が主にウェブを中心にした集客を教えているコンサルタントであるということはですね、企業初期とかはまずはウェブ集客の方が効率が出やすいっていうことを知ってるからになります。なのでアナログ集客を、別にこう軽んじてるわけではないんですけれども、結構お金がかかるんですよね、アナログ集客は。なので女性起業家で特に自宅教室開業みたいな何か小さな単位からいきなり店舗を構えるのではなく、小さな単位から始める方が多くて、そうすると資本金というか先に持ってるお金がそんなになくて、もう中のこう材料とかその整えるためのことに使ってしまうのがもう精一杯だとしたら、広告費用とかほとんどかけられないのが開業当初なんですよ。っていうことを考えると、先に結論を言うと、女性の起業家が起業したての頃に取り組むのはどっちの集客かって言ったら、間違いなくウェブ集客の方なんです。これ基本です。だけれども、わざわざこのテーマを書いているということは、アナログ集客の良さも知ってほしいし、どのタイミングで入れてほしいのかっていうことも合わせてお伝えしたいというふうに思っていて、この動画を撮ってますので、そんなイメージで聞いていただければと思います。まずウェブ集客に関してはですね、皆さんがご存知のように SNS を使ったものっていうのがあります。それが普通にブログであったりとか、Facebook、Instagram、あとは YouTube とかですね、そんなあたりが主な代表的なところになるんですけれども、無料です、基本的には。はい。なので無料のツールを使って集客というか、拡散して信じてもらって来てもらえるきっかけを作るっていうのには非常に向いている媒体がすでにいろんな会社さんが提供してくれているものがあるっていうことですね。でそれを使わない手はもちろんないんですけれども、当然それの効果を出したいと思うのであれば、書き方であったりとか、どんなターゲットに対して訴求するように書いたらいいのかとか、そういう部分はどの道出てきちゃいますよね。ですからウェブ集客は、最初取っかかりはもちろんしやすいです。ただ、上手にそのコピーライティングといわれる文章のところであったりとか、ターゲットの人がいいなって思う訴求できるような写真とかが撮れない限りはですね、なかなか注目はしてもらいづらい。なのでそうですね、私の肌感覚だと、浸透してくるまでやっぱ半年はかかりますね。毎日更新していたとしてもです。だからはい、オープンしました、お客さん欲しいですっていう場合には結構難しいんですよ。認知度がない、信頼されてないっていう状態でいくらウェブ発信をしてもですね、この人のとこ行って大丈夫なのかなっていう、まずその信頼関係ができてないっていうところで怪しさもあったりしますしね。特に自宅教室開業の先生とかは自分の顔写真とか出さない人も結構多いので、そうするとますます信頼度が下がりますよね。この人は本当に人間なんだろうかとかね犬とか猫の写真がプロフィールのとこ入ってる人とか、お菓子とかパンの写真が入ってる人もいるので、自宅であればなおさらのことを、ご本人も外からのというか嫌っていう方もいらっしゃいますけれども、行くこっちも嫌なんですよね知らないとこ行くの怖いですよ、やっぱり。っていうのがあるので、顔出ししてるしてないっていうところの大きな違いはあるにしても、浸透するのに要は時間がかかるっていうことです。だから開業当初よくご相談いただくんですけど、ブログ書いてるんですけど集客できないです、初めてどれぐらいですかとか言うと1ヶ月とかね、無理ですっていう感じです。信じてもらえないです、なかなか。だからそこはお時間がかかるというのは覚えておいてもらったり、だから私は起業する前の6ヶ月とか8ヶ月とか場合によっちゃ1年、自分の属性に合ったファンを作るためにブログは書き溜め続けた後に、オープンみたいな風にして、その属性がそこにいる状態でオープンっていう風にした方が絶対効率的だなっていう風に、私はネット集客の性質を、会社員でいる時からネット集客の先生のところにいてたので、それで分かるような感じになってましたから、準備やっぱ1年かけてますね。本当に独立してやるまで、その間ずっとブログ書いてます。だから、そういうことをやるかやらないかは非常に大きな違いになるので、オープンしました、これからブログを書きますだと結構大変です。そこから半年後ですね、早くて成果が出るのは。
なので、ウェブ集客は便利でお金もかからないんですけど、時間がかかります、その分。はい。で、アナログ集客っていうのは、主に紙媒体のものが結構多かったりするんですけどね、チラシを巻くですね、チラシをまず印刷するのにお金がかかります。はい。例えばプリントパックとか私よく使ってますけれども、どれぐらいだったかな、最初のロットを動かすのにお金かかるんですよ。例えば、5000部やりたいとした時に、3000部と5000部何が違うかっていうと、動かすその出だしの機械を動かす費用がまずかかって、5000と3000とか本当に微々たる差でし、何百円とか1000円変わったかな、紙の厚さにもよりますけどね、ほとんど変わらないんですよ。だから1000、2000、3000、4000、5000って言っても、1000と5000がものすごく変わるかっていうと、そこまでびっくりするほど変わらないみたいな感じのとこがあるので、紙代がまずかかるんですね。それがいくらだろうとも、それが1万円なのか2万円なのかは別としてです。まずその初期費用がかかる。そしてそれを自分が配布するならまだしもですね、誰かに配布してもらうのであれば、ポスティング要員っていう、まあ主婦のパートの方がやってくださってるような方にお願いするような会社にお願いして配ってもらう。1枚3円、5円、7円、8円、10円とかいろいろあるみたいですけどね。それがまた配布代がかかります。それかかんない場合、自分がやることになりますね。自分がやると、特に今マンションとか規制が厳しいので、カメラとかも映っちゃってるので、住人の人から見てもかなり怪しい人になる予定なんで、あまりおすすめはしてないですね。新聞の折り込み、これ頼んでも折り込む値段、渡しても折り込んで配ってもらう値段がありますので、やっぱ3円とか4円、5円とかかかると思いますね。って考えると結構お金かかります。やっぱ5万から10万が割と普通ですかね。あと地元の、タウンワークとか、あとワークじゃない、タウン誌とか、あとパドとかなんかいろいろありますけど、ああいうのにこれくらいのちっちゃいスペース載せても5万とか10万とかかかりますからね。なんでそれを比べると、まあどうせその広告的なものを打つんだったら、多分インターネット広告の方が成果と効果は上がりやすいですね。なぜならば、近所も地元密着の店舗型の商売やってる人にとってはまあ悪くはないんですけれども、チラシとか本当に半径どれぐらいっていうところで来てもらうのに巻くっていうのはいいんですが、ファミリーが買うような商材だったらまだいいんですね。家単位で配られるから。奥さんとか、まあ独身 OL とか、まあいろいろ狙うターゲットがあるのかもしれないですけど、その人たちに響き、かつそれを見て行動を起こすっていうところまでチラシに役割を持たせないといけないので、相当確率低いんですよね。千一とかいう言葉もあったりするぐらい、千枚中一件電話でもかかってくればいいぐらいの反響率で、千一どころの騒ぎじゃなくて、もっと低いですね。3000とか5000で1枚とかっていう、業種業態によってはデータとかもあるぐらいなので、そういう意味では非常に効率が悪いものではあります。ただ逆に今そんなにこうチラシに力を入れてやってる人とかも少ない、まあ新聞取ってる家が少ないのか、そういうのもありますけど、少ないだけに、まあ、ポスティングとかもいいタイミングでポンとポストに入って必要な人が見るのであれば、それなりには効果は出るんですけどね。整体院オープンとかレストランというか飲食店オープンで近所の家に割引券かなんかつけてまくっていうのは、まあまあよくある話ではありますよね。そういう部分では、まあ使ってもいいかなというふうには思うんですけども、効果出すようにするためには、そもそもチラシが良くないと、そもそも反響がなく、せっかくお金をかけて配ったのに、まあゴミ箱行きが関の山っていう感じなので、私はですね、チラシもまあ昔やりましたけれども、成果と効果を出せるチラシが書けるようになるのは、ウェブ集客が上手にできるようになってからの方がいいと思ってます。というのが、キャッチコピーが難しいんですよ、チラシって。どこまで見せて、どこまで見せないようにするか、メインの方のページに読ませるように QR コードとか引っ張ったとしても、メインのページの出来がまず良くなくてはいけなくって、そのページがいいという前提でチラシが連動してるっていう形にしないと、多分チラシ単体だと訴求力がものすごく低いですね。だからチラシはですね、ウェブ集客がある程度慣れた頃にやると、両方同時にやるのが効果的かなというふうに思います。
で、おそらく女性起業家、しかも起業したてみたいな頃はやらないであろう新聞広告とかですね、あの本で私新聞広告とか打ったことありますけれども、ここでは言えないぐらい結構高い金額です。新聞広告って結構高いんですよ。なので新聞とかはプレスリリースみたいな形で何かあの社会貢献的な記事で取り上げてもらうっていう方が多分いいですね。自分でお金払って新聞広告載せるってものすごいお金かかります。はい、びっくりするほど。うん、10万で済めばいいですけどね面積によっては前泊とか200とか普通にかかっていっちゃったりしますから、新聞広告高いです。で、あと雑誌ですね。雑誌広告はよく電話もかかってくるし、よく企画書が届きます。だけれども、まあ普通に20とか30、すごく安くて10万とかですよ。で、これくらいのちっちゃいスペースで、確かにその媒体と自分のお客様が相性が合えばいいのかもしれないですけども、そうそう相性はないですなので、あのここもね、あのあまりおすすめできる領域じゃないなっていうあの感覚ですね。やったことがあるんですよ。うん、成果はねないですね、ほとんど。はい、だからあのどうしてもっていう時にはまあいいのかなっていう感じではあるんですけれども、基本的にはそんなにあの効果と成果は出にくいです。あとは他にも大きな規模とかになると、まあ、それこそラジオとかね、テレビとかも出演結構大変なんですけどね、まあ、そういうものに出ていくとか、あとはそうですね、あの大きい会社の規模とかになると展示会とかでお客様を集めるとか、まあ1階の教室の先生とか個人事業の女性の方レベルだと展示会とか1ブースちっちゃくても30万とか50万とか普通にしちゃいますからね。成果と効果を出すのは結構大変です。あとはファックス DM とかもあったりしますけれどもね。ファックス DM は法人の場合ですね、主にね。しかも響くようなサービスになってるような書き方ができてて、でそれをこうちゃんとファックスで送れるような状況じゃないとファックス DM 難しいっていう感覚があります。あとはですね、まあ、あの看板とか屋外広告とかもありますけれども、これはその業種業態の良し悪しですね。やっぱ地元密着で看板がドーンと出てる方が集客がしやすくて、路面店ですぐに入ってきてもらえるような店舗をお持ちの方は看板広告とかもあるかもしれません。はい、あとはちょっと私はトライしてないですけどね、この間何か あのテレビというかあれで見た電柱広告とか、想像よりか安かったですね、電柱広告は。まあ機会があったら何本とか言って、うちの近所あたりに電柱広告やってみようかなとか一瞬思ったんですけどね、まあうちんちをそんなに知られてもあんまりあのコンサルタントなんであちこちでコンサルしてるんで、まあ自宅にそんなに引っ張る必要ないかみたいなそういう感じだったんであれですけど、店舗やってる人だったら電柱広告とかも案外穴かもしれないです。想像よりは安いですね、電柱広告は。はい、そういう感覚です。あとはダイレクトメールですね、まあ、DM って呼ばれてるものですけど、これはぜひやっていただいた方がいいですね。 DM はまあ、商品案内とかカタログを郵送で宣伝販促するっていうのがまあ基本的な言葉みたいですけど、なんかあまり売り込み集が強いと皆さんが引いてしまうので、たまにはものすごくキャンペーンとかお伝えするのにDM っていうところでやってもいいんですけど、私は、ニュースレターですね、3ヶ月に一度今発行してますけど、自分の近況とか、まあ、当然宣伝的なものも入りますよ、こういうセミナーやってるとか。例えば今とかだったら新刊が発売になりますので、新刊発売になります、発売になりましたみたいな、セミナーやりましたとか、まあ、そういうのは上げる予定ではあります。だけれども、まあ、そのすごくダイレクトに直接的に、何かを売るとかっていうのは、まあ、それを好んで受け取る人のタイプだったらいいんですけど、そうじゃないと逆に印象が悪くなるので、関係性が構築できる、例えばセミナーで会いましたとか、実際にもう来たことがある生徒さんとか、そういう人に対してコアなところに喜びそうなサービスをやりましたみたいなのを、出していくっていうのは全然いいかなというふうに思うんですけど、そうでない限りお金ものすごくかかりますね。これやっぱり郵送賃がそれぐらいかかりますからね。
なので自分でやるにしても、まあ、結構こう封筒をやって切って貼ってとか、私の場合にはニュースレターは1枚ペラでこう表裏で書いてるので、ヤマト便の、なんだっけな、ヤマト便の DM 便かを使ってますけれどもね、そこそこお金かかります。1回出すとやっぱり印刷も含めて5万から8万ぐらいかかりますかね。はい、なのでこれもね、ある程度事業が落ち着いてきたじゃないと ちょっと厳しいかなっていう感覚はありますね。はい、あとはそうですね、おはがき、手はがき、これはいいと思いますね。リピーターの方の、まあ、忘れられないようにするための一つの施策ということになるんですけれどもね、これはやられたらいいと思います。特に私なんか笑い文字とかね、練習しちゃって頑張って書いてるんですよ。こういう笑い文字 練習帳とか言って、まあこれ結構可愛いんでね、いっぱい絵とか一生懸命書くよりはまだいいかなと思って、笑い文字練習して、おはがきとか書いたりとかしているんです。なので、まあ、そういったこうお客様と触れ合うような定期的な接触を心がけるがためのアナログっていうのはいいかなと思います。だからアナログもあんまり売り売りな状態、来てね来てね買ってね買ってねじゃない方が、多分まあ近しい人に関してはですね、かえって効果がいいかな、忘れられないっていうことの方が大事ですね。だからチラシを撒くとかっていう、そういう大きい範囲のは、まあ、当たるか当たんないかっていう感じなので、パン屋さんがパンオープンします、初日に来た人メロンパンプレゼントとか、まあ、そういうので知ってもらうとかっていうのはありなのかもしれないですけどね。なかなかアナログはですね、成果を出すのは大変ですね、集客としての成果。どちらかっていうとリピート対策の方が向いてるかなっていうふうに思うのが私の印象です。はい、ですので、まあ、まとめると、起業初心者はウェブでまずはスタートした方がいいです。いろんな知識経験とお客様の層とお客様の声とかを集めたりとかするのに、無料だからです。で、ある程度慣れてきて、広告費用が3万5万10万とか払えるようになってきたら、紙媒体とかアナログ媒体はトライしてもいいんじゃないか、広告的にですね、思います。ただ、アナログはその起業当初からでも多分やった方がいいのが、お礼のおはがきとかお手紙とか、その辺りは郵便代、封書代とか自分の時間とか使ってでも多分やった方がいいと思います。私今こんなこと言ってますけど、そこまでできてなかった人です。ウェブ集客の方でずっとやってましたからね。でも今それも改めてやっぱりお客様との関係構築で必要だなっていうことを理解できたので、今はニュースレターとか、あと手はがき、おはがきとかも書いたりするようになっています。なので、そんな順序で扱っていっていただければいいかなっていうふうに思ってますので、ぜひご参考にされてください。それでは。